新潟系は第5レースメイクデビュー新潟サラブレッド系2歳新馬です。芝コースの 1800m 出走馬9頭スタートしました。ほぼ揃いました。オーダッシュは8番トレイルブレイザー、さらには4番コスモバー君、内からは3番エーシンリターンズ、4番のコスモバー君が先頭を取りました。リードが本馬身1馬身2番手にトレイルブレイザーです。あとは内をついて3番エーシンリターンズ、3番手半馬身3が通過している。さらには6番のセイリオクリア追い込んでくる、セイリオクリア追い込んでくるが、内をついては3番エーシンリターンズも足を伸ばしてきて 200m 通過した。さあ先頭は頑張っている8番トレイルブレイザー、トレイルブレイザー、内からはエーシンリターンズ2番手、あそこは6番のセイリオクリア3番手、8番のトレイルブレイザーリードが1馬身、2番手はエーシンリターンズ、トレイルブレイザー同時、トレイルブレイザーです。1分49秒後の勝ち時計に応えました。トレイルブレイザー全のロブロイサンク赤木幸太郎氏です。勝ち時計1分49秒後、2番手は内をついた3番エーシンリターンズで